はい、今回のテーマとしては少ない力で点を取る逆モーション角度打ちについて詳しく解説をしていきたいと思います。表選手であったり、また女性選手、特にレディース選手の方は多く使用されると思うんですけど、まあ、下回転のボールに対して角度打ちですよね。ドライブより角度打ちの方が、まあ、力自体もそんなにいらないですし、まあ、得点にもつながりやすいんですよ。でその中で、まあ、あるポイントを意識することによって逆モーションですね、逆モーションの角度打ちでさらに角度打ちの得点率を上げるといったことを、まあ、今回ご紹介していきたいと思いますので、ぜひとも最後までご視聴ください。ではやっていきましょう。はい、この逆モーション角度打ちは主に回り込む時に使用していただくことが多いです。でどういったことかというと、回り込んでこの場所から逆モーションでストレートの方に打つことが多くなってきます。まずはそちらの方の解説をしていきますね。で逆モーション角度打ちをする上でのまず一つ目のポイントとしては、打ちたい方向とは違う方向にまず体を向けてあげましょう。なのでストレートを狙うのであれば、体自体はクロス側、こちらの方に体が向いている方がいいですね。まあ、左足のつま先が、まあ、そちらの方を向いていると、やっぱりこう相手からしか判断されやすくなってくるんで、まあ、クロスの方に打ちますよっていう風な体の向きをちゃんと作ってあげて、バックスイングを取ってあげることが一つ目のポイントになってきます。二つ目のポイントとしては、構えを作った状態から両手の力を使ってストレートに打ってあげるということ。正直この逆モーション角度打ちというのは体を使って打つというよりかは、どっちかというとこう手先で打つことが多くなってくるんですけど、右腕だけの力で打ってしまうとやっぱりボールって不安定になってしまうので、両手の力ですね、両手、この動き当たる瞬間に両手が交わるようなイメージ、こういう力を使ってもらうとボールの力も加えやすいですし、コントロールも効かせやすいです。ボールの下にちょっとラケットを入れて、両手の力でボールをコントロールしてあげるっていう意識をしっかり持ってあげましょう。三つ目のポイントとしては、打点です。打つタイミングは早い方がいいですね。やっぱりこうスイングがちっちゃくなって両手の力になってくるんで、あまりこう打点を落としてしまうと、いいボールが打てなくなってしまうんですよ。まあ、プラスコースもバレやすくなってくるので、まあ、ボールが落ちてすぐのところを捉えて、相手の回転を利用してボールを飛ばしてあげるっていう意識を持ってあげましょう。構えて、入って、パッ、構えて、入って、パッっていう風に、この形をしっかり意識して行ってもらうと、逆モーション角度打ちがやりやすくなってきます。まあ、基本的には、まあ、クロス打つと見せかけてストレート、また逆を行おうとした場合は、少しやり方が異なってきます。まあ、ストレートを打つと見せかけて、クロスに打つときですね。その時は、まあ、体はストレートを向いている方がいいんですよ。ストレートを向いた状態で打つ瞬間にちょっとラケットを開いてあげる、まあ、こう入って当たる瞬間にちょっと開いてあげるっていう、この形を使ってもらったらいいです。まあ、正直こうあんまり体を使うより先のこの両手の力をしっかり使ってもらうのが一番いいと思いますので、まあ、その両手を使うっていうことをベースにちょっと当たる瞬間に打つ面を変えるっていう意識がいいと思います。それが、まあ、クロスに打つので、クロスに打つときは多少体を使ってもらってもボールは切りやすい。ここはやりやすいようでね、結構両手を使って打つのか体を使って打つのか、ただコースを分かりにくくさせるポイントとしては体の向きです。ストレートに向く、クロスに向く、それと反対の方向にボールを打つことで相手を効率よく騙すことができます。フォアクロスにおいても同じですので、次は一度実践しながら解説をしていきたいと思います。はい、今回はちょっと趣向を変えて対マシンでやっていきたいと思います。回り込みですね、回り込んで角度打ちの時の逆モーションの打ち方をまずはやっていきたいと思います。いかがでしょうか。まあ、今回はちょっと対マシンなんで回り込みの動き自体はちょっと省略させていただいたんですけど、まあ、体の向きとスイングの行い方にしっかり注目していただきたいです。まあ、体はやっぱりこうクロスに打ちますよという向きを作って、バックスイングもやっぱりこうクロスに向くようにしっかり意識しております。でその中で当たる瞬間に両手の力を使って
ストレートに向いてあげる。正直もう体もこっち向いたままパッてやってもらう方がいいと思います。そうすることで急に突っつきが深く詰められた時でもこの力で逆モーションを打つことができるんです。特に表選手とかだったら回り込みが小さくなるんで、小さい回り込みでちょっと怖い詰まらされた時にパッてこう逃がすような角度打ちを行うことができたら、相手は突っつきで詰めて先手を取ったつもりなのに逆にストレートに速いボールを打たれてうわーってなってしまうのがあるので、すごい有効的な技術です。私自身もすごいこれは対応します。でこのストレートの角度打ちを行ってくるとそっちに警戒をやっぱしだすんですね。ってなったら次はクロスに打ってあげたら相手にこう待ちを絞らせないようにできるので、すごい有効的な技術かなと思います。そして反対ですよね。ストレートに打つと見せかけてクロスに打つというやり方、ちょっとこちらの方が難しいんですけど、これの方もやっていきたいと思います。ストレートの方に体を当てて、ここから逃がす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 、で反対反対反対で逃がす逃がす反対反対反対といったように入りが全然違ってきます。これはやりやすいやりにくいがあるので、正直どちらでもいいです。はじめこう入ってこっち側に流した方がいいという方と、こっち側に向けてこっちにやった方がいいという方は、人によって分かれてくると思うので、どちらも効果的な技術なんで、やりやすい方法を使っていただければいいかなと思います。ただやっぱりストレートからクロスを狙うときに体が開きすぎてしまうことがあるので、開きすぎると体の後ろでインパクトしてしまって振り遅れとかお店につながりかねないので、自分のインパクトをしっかりと体の周りで捉えられるようにしてあげたいですね。こういった技術は正直力はそんなにいらないです。ポイントを早く捉えてるから相手の力を利用することができるんで、少ない力で相手の逆を突くことができるし、今打たせてもらったボールもそんなにこうボールのスピードがあるわけじゃないんですよ。ただタイミングが早いから相手からしたら速いボールが飛んできているって錯覚させることができますし、自分自身が少ない力でそういった点を取りに行くことができるんで、あまりこう力任せにやるよりこういった力を抜いた利用した打ち方をやってもらう方が、特にこうレディース選手であったり、こう小さい子供とかですかね、力づくで強いボールが打てない方にはすごいもってこいの技術かなと思います。ぜひ一度お試しください。はい、今回お伝えさせてもらったこの角度打ちの応用編ですね。この技術は表選手はもちろん、やっぱり裏ソフトの方にもやっていただきたい技術ですね。やっぱりドライブって、体の使い方はあれど、正直ちょっとやっぱ力が必要になってくるし、威力を出そうと思ったらなおさらこうしっかり体の強さとかが必要になってくるんですけど、角度打ちはやっぱりこうミート打ちっていう技術なだけあって、ナックル的なボールで相手をストーンと落とさせるようなこともできますし、何よりやっぱ力があまり必要ないんですよね。相手の力を利用してパーンって叩くだけで、点になるボールにつなげることができるので、表選手、裏ソフトの選手、レディース選手、いろんな方にやっぱこういった技術を使ってもらうと、試合にも勝ちやすくなりますし、自分の武器となる技術をやっぱり作り出すことができると思います。この技術をやっぱ覚える上では、ビデオを撮影してもらうとかやってもらうといいかなと思います。自分でやってるつもりでも、やっぱり相手から見たら意外と取りやすいボールになってるってこともありますので、ビデオを見ながら、今これ相手からしたら分かりにくいボールになってるなっていうふうに確認しながら練習をやってもらうと、この技術はより習得につながってくるかなと思います。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。